中、はい、いやこれちょっと場違いだなと思って、殴りに行く可能性あると思いますけどね。作戦を変更する可能性ありますか。この空気、なんか嫌な空気嫌な空気になってますよ。さあ、太田浩二、49歳49歳、35キロ、これもオーバーエイジ枠。はい、そうです。こちら、充実家です。オーバーエイジ枠、ここから 5試合続くんですね、オーバーエイジ枠。はい、まあ、さっきの試合からですね、はい、さっきはもう51歳が衝撃の KO 勝ちを決めました。ずっと味の濃いものを食べさせられてる感じですね。いや本当そうですね。ちょっと味覚が麻痺します。いや本当に。さあそれではご注目ください。60キロ以下のフェザー級の対戦です。レディーファイッ。始まりました。いや興味ありますね、おお行くか、打撃で行くか、やっぱり殴ってくる、充実家を組みに行くか、うん、いやどうする、やっぱ寝技が怖いから、はい、お組みに行きましたよ。おおブレイク、ブレイク早い、おお当たった、連打連打。さあパンチでいく、パンチでいく、いや左今度は組んできた、組んだ状態から、おー決めるか、組みました。そして腕取りに行くか、残り30秒、2オンザベリー、ここからどうだ、やはり難しいですねこれ、寝技は難しい。10秒でブレイク、倒した。そしてサイドポジション、この辺は早い、あと20秒ある。やっぱ柔術家なんでパウンドより寝技にいっちゃいますね。2オンザベリーから、いいところで終わりますね。そうなんですよね、はい、いい、あ出血があります、大丈夫ですかね、右から出血がある太田、はい、さっきからペリー選手の右が、うわどうなる、踏んだ状態、時間がもうほとんどありません。ここで終了。いやすごい、やっぱり寝技で決めるの難しいっすね。そうですね、寝技の展開が2度ほどありました。フランク・ペリー決め切ることができませんでした。これね、ビッグ選手ね、僕見えてきましたね、見えてきましたか、寝技ダメですね。いやミクルさん、思いのほかやっぱり早かったですか、はい、ブレイクは。そうですね、やっぱり10秒で決めるのって難しいんで、やっぱパウンドに行った方がいいんじゃないですか、ね、ただそこでやっぱり普段慣れてることをするかどうか。3対0赤、さあ判定はフランク・ペリーの勝ちです。判定勝ち、あるとしたらフロントチョークとか、そうですね、そういうやつですね、マッチ関節とか、はいはい、作ってる時間ないな。あまあ確かにね、さっきもね、いろいろのサイドポジションから、ユニオンザベリー、そこからこう作っていこうとしたところだったんですけども、レフリーのブレイクがございました。ただやっぱり柔術で寝技を意識させられる分パンチが入ってました。はい、そうですね、まあですからそういう意味でも柔術というのは一つ大きな武器になります。そうですね、はい、だからこそパンチが当たったという